こんにちは、ガチンコマッチョクラブの第1期生の皆様。今日はですね、別にね、マスター、ミスター M さんからお願いされたわけでも何でもないのと、あとこの動画が使われるのかどうかわからないんですけども、とりあえず撮っております。私がですね、同じ第1期生としてガチンコマッチョクラブの皆さんにお知らせすることがもしあるとしたらね、今の時点ではこれです。ダンベルです。見てください、これ。水が入ってるダンベルなんですけどね。これね、500cc 入ってるのかな。だから2個で1キロです。すごい、だから男性からすると軽いですね。でしかもこれね、ダイソーに売ってるんですよ、100円ショップに。でこれを2つ買ってきて水を貯めて、まあこれ蓋を閉めると蒸発しないんで、いつもね 500g のダンベルとして使えるんですよ。でこんな感じですよね。で私今ね、疲労骨折してるんですよ、こちらの腕を。だからとてもじゃないですけど20キロは持てません。でこちらの方は脱臼してます。ですのでこちらもね、20キロ30キロちょっと持てないんですよ。ということで筋トレっていうのが、いまいちね、両腕が使えないんで、私両腕が得意なんですけど使えないんで、この水ダンベルで無理しないようにやってるんですよ。そのやり方としてはね、片手でこういうふうに持ってですね、1キロですよね。でこういうふうに、こういうふうな負荷のかけ方をします。要するに腕の疲労骨折っていうのはこう曲げたりするとすごく痛んで負担がかかるんですけども、角度を変えないと特に負担かかんないんですよ。ですのでここでね、この肩のあたりを鍛えれるのかな、この筋肉が、ストレッチパワーが溜まってくるのが分かりますね。こういうふうにグリグリグリと。でこういうふうに、まあ自分の負荷の本当にね、無理のない範囲でやれることもありますんで、今故障中はね、こういうふうに本当にソフトにソフトにやってますね。前回の時には信じられないようなことをやってます。ですから前回の時には20キロガツ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 やってますんでね。でこのお腹、腹筋にですね、こうバーベルを、ダンベルを当てて、でこうやってってこうなんですかね、腹筋をね、ここに負荷をかけたものをやったりするわけなんですよ。まあこれ本当にね、オリジナルのやり方なんで正しいのかどうか分かりませんけども、そういうのも込みでね、私も今までこうやって自己流が多かったんですよ。ですので今回ね、ミスター M さんのガチンコマッチクラブの動画をずっと見させていただいて、150話ぐらいで質問もね、どんどん上げていって、貪欲に貪欲に自分の肉体を作っていきたいな、そういうね、パートナーを探していたんで、ミスター M さんの動画を見てるわけなんですけども、まあね、ある意味ねまあちょっと変わってるんですよね。私はミスター M さん の, 自己表現とか動画がどういうふうに、ね、言ったらね、人気になるかっていうののお手伝いのために速稼塾来ていただいたりとか、まあひいてはね、そのビジネスにミスター M さんがこう乗り出していくため の, その基礎のステップっていうのをね、お伝えするつもりでやってたんですけども、だん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 私の方がね、ミスター M さんのファンになってきましてね、最初から「あ、ミスター M さんいいな、この感じ」みたいな感じで思ってたんですよ。なんかね、画面が切り替わります、ドーンみたいな感じでね、すごくね、なんか表情もあんまり変わんないし、そのなんですか、抑揚もね、すごくこうあるわけじゃないし、私とは全然表現の方法が違うわけなんですよ。でもこの味があるというね、ここなんですよ。私のミスター M さんの好きなところは、その素でやってるんだけども、演技がましいことはないんだけども、でもね、なんかすごくね、胸に響くものがあるっていうかね、不動の精神力と言いますかね、私みたいにね、チャラ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 動いてるばっかりが表現じゃないんですよ。まあですんでね、ガチンコマッチョクラブの第1期生の皆さんにはですね、ミスター M さんの真摯な姿勢とかね、本当にマイペースっていう、マイペースっていうのはちょっと違うんですけども、目の前の人、このカメラの前の人の役に立ちたいという、その真摯な姿勢ですね、こちらの方はね、非常に学ぶものがあるのと、やっぱりね、動画のアップロードが1日1本っていうペースなんで、それはね、私よりはだいぶ少ないですけども、でもね、このリズムで続けられることは大事なんですよ。で気がついたら150本以上の動画アップロードしていて、ミスター M さん自身がね、負担を感じるんじゃなくて楽しくなってるわけなんですよ。で皆さんから来た質問もワクワクしてるとかね、で自分が大好きな曲はこういう曲なんだよって最近シリーズありますよね、ああいうのでね、だん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 こうミスター M さんっていう人間像が見えてくるところが、私たち視聴者としても面白いところなんじゃないかなと思いますよね。まあいろいろと申し上げましたけども、これからね、ミスター M さんのガチンコマッチクラブ第1期生、本当にですね、まあ、筋トレとかダイエットとか健康のために動いていくと思うんですよ。でそれ以上にね、私たちはミスター M さん の, その魔力といいますかね、魅力というかね、そういったカリスマ性に、もっともっと気づいていけるんではないかなと思いますんで、見れば見るほどスルメみたいにね、味が出る、そのガチンコマッチョクラブ、こちらの方をね、一緒に期待していきましょう。そしてガチンコマッチョクラブを作るのは私であり、あなたなんですよ。
参加したメンバー全員が作っていきますんで、ぜひね、傍観することなくいろんな要求を出していったりとか、いろんな疑問質問をぶち当てていったりとか、今回みたいにできる方はね、自分の動画をどんどんね、ミスター M さんに送りつけることによって、やっぱりこうリモートでね、仲良しになっていきましょう。やっぱり人間ってね、離れていても顔と顔を見せ合うことによっていろんなことができると思います。で、いずれね、そのズームのチャットとかね、できるといいですよね。まさにね、TOKIO さんの出てたガチンコファイトクラブのなんか続編みたいな感じで、このガチンコマッチクラブ楽しんでいけたらいいなと思っております。それではまたお会いしましょう。ではガチンコマッチクラブ、マッチョになりたい。